島村俊一から1923年3月11日は戦前日本の精神病学者、神経病学者、京都府立医学専門学校長、同校附属病院長、キツネツキの研究でも知られる、文久元年12月25日江戸駒込片町に生まれた。本席は東京市本郷区駒込東片町73番地。 1887年3月16日、帝国大学医科大学医学部を卒業し、5月3日、大学院に進み、精神病学室、坂木はじめに着いたが、坂木は、東京府天教院の患者の診療を任され、精神病学室も同院に置かれており、8月3日、自村も、確実出頭し、9月2日当直位となり、6日、大学院を、中退、10日、 医科大学助手として第一院勤務を命じられた。1891年7月8日、島根県での狐、頼む病調査を命じられ、尾道、松江、岩見、沖きで調査を行い、島根県か狐、頼む病を取り調べ報告にまとめたが、これは狐頼む研究として、エルビン・ホンベルツ、狐、頼む病を親切に次ぐものだった。 1891年10月24日時日で、ドイツ留学に出発し、パリを経て、ベルリンに2年ほど滞在し、ウィーンに移り、1894年11月2日、鳥居春美、山根原作、小型慶次郎と共に帰国した。1894年12月21日京都府医、学校教諭となり、精神病学、神経病学、法医学を担当し、 京都府立両病院院を兼ねた。1895年2月16日神経及び精神科部長。1899年京都帝国大学医科大学が開校し、京都の医学者が次々と引き抜かれる中、医学校、両病院に泊まり、9月1日、笠原光沖に代わって、両病院副院長。1九百年五月24日門、桂太郎に代わって、 医学校長に就任し、9月24日副委員長を辞した。医学校が人員不足により存続が危ぶまれる中、1900年6月、新宮鈴亭、9月、工藤外三郎、1901年、長井徳寿1902年、餅月純一、伊藤元春、池田蓮一郎を呼び寄せ、危機を脱することが来た。 1903年5月両病院長に就任して、両組織のトップとなり、6月初開学校が専門学校令により、京都府立医学専門学校として認可され、両病院は同校付属病院となった。1906年学位取得を祝って門邸が、検定したもの1905年10月日路戦争に、伴い陸軍衛生法助員として、 毎週日曜日大阪陸軍予備病院に出張した。1906年8月9日、論文審査により、京都帝国大学京都医科大学から医学博士号を受けた。1908年初め頃発病し、1910年3月9日、校長、院長を、も月純一に譲り、5月学校講師、両病院長顧問、神経精神科部長となった。 1916年12月28日講師、顧問、部長の職を辞した。1923年3月10日病状が、急変し、11日死去、12日、今回公明寺本坊で葬儀が行われ、東京や中霊園に葬られ、採用院に遺廃が置かれた。方号は、慶光院、峰誉れび春子寺。新からスマ通り下霧道した切通ししぼる。 新カラスマカシラ町の宮廷は、未亡人口の遺言に基づき売却され、財団法人京都府医学振興会、島村基金が設立された。海域教実験ヒヨスチン公用、実験上翼抑,抑圧の精神並神経系に及ぼす、関係大脳右半球の局部の、実質脳膜炎に、ジャクソン視点感を誘発する、実験水銀中毒に基する精神症状抜け節度、 布の死病と精神病について心臓病と精神病についてインフルエンツアーによって精神病の治癒せし実験抜け節度布の死病と精神病について島根県下キツネ、頼む病取り調べ報告情行精神経営に元する脊髄炎教部及び脳客部特に動眼神計画の血液供給についていわゆる片山地方病の病理解剖脳動脈 エンボリー及び、ジャクソン死転換原因の追加脳髄ジストマ病の1、霊来性頭骨神経麻痺の1、例一患者の、デモンストラチオン進行性炎髄球麻痺、研究予報アンチピリン中毒症の小実験男性、血死的雑踏性老者の1、知見脳性症に、麻痺犬ジャクソン死転換に先非対実を施せし1、霊臨床抗議原因について多くの報告に、接せざる、 脳動脈生息及び、ジャクソン氏転換患者の一例1917年、受蔵上膜式典に参列した親族。本人は病欠し、妻幸子、養母優、よし子、実母下子等が出席した。ありがとうございます。